ヤッホー、あやですと山田ゆうた、ゆうきゅうが、うん、このことです。よろしくお願いします。あ、私 YouTuber っぽい編集できないので編集さんにお願いしました。今回させーん、緊張するね。はい、ということで今日は私のチャンネルで男の子がね、こんな出たことないと思うんですけど、すごい一番私がハスハスしてます。はい、はい、ということで今日はもうこんな男の子が出ることはもう一生ないと思うんですよ。なのでここでね、もう彼氏を決めちゃおうと。お、ずっと一人で正直飽きてきたんですよ。でもカップルチャンネルとかも結構憧れてたりするので、もうここでねカップルチャンネル作っちゃおうということで。おいしょ、熱い、素晴らしい。彼氏オーディションみたいな感じで彼氏をもう決めちゃいたいと思います。ということで審査員がねやっぱ必要だと思うんですよ。で、私のことをよく知ってる方がいいと思うので呼んできました。私の兄です。あ、どうも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 、こんにちは。僕の娘みたいな感じなんですもん、妹って言っても。まあ変な、そこら辺の男にはあげられないんで、自分がいい男なんだよっていうのをちょっと私たちに伝えてもらったら、まあね。そうですね。いい感じでカップルチャンネルもできると思うので。マジか。お兄ちゃんのお墨付きをもらってカップルになれる。そうですね。まあ、それはまあ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 。でも兄公認じゃないと、私んちダメなので。あ、はい、まあ、はい。ということで、二人でね、審査して、彼氏を決めていきたいと思います。わわ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 わ、ということでね、準備ができたので早速ね、これから彼氏になるであろう人たちを呼んでいきたいと思います。友情お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、お兄ちゃん、つまらないもん。あ、気遣えんね。あ、ポイント高い。ありがとうございます。じゃあ帰ってきます。はい、お願いします。よし、お願いします。じゃあまずはですね、左から自己紹介からお願いします。はい、コムドットのリーダーをやらさせていただいていますヤマトと申します。よろしくお願いします。お願いします。コムドットのメンバーユータです。お願いします。コムドットのアーティストユーマです。アーティストなんだ、いつ。コムドットの明るい人ヒューガです。コムドットの編集長アミエです。メンバーやばいよ。メンバーに1個思うよ。前のポイント低いね、一番ね。そうです。メンバーあるじゃあカレンマはちょっとということで、今からね一人ずつアピールしてもらいたいと思うんですけど、やっぱ私は顔なんかで選びません。面白さや心の広さ、優しさなどで選びたいと思ってるので、ぜひそこら辺はアピールお願いいたします。じゃあタイマーで1人1分の、そうですね、 PR をもらえますか。はい、はい、大丈夫ですか、準備は。はい、はい、じゃあまずヤマトさんから。ヤマトさんから、せーの、よろしくお願いします。お願いします。私、この音大和なんですけれども、手のひらが大きいということで、頭ポンポン、こちらに長けているということで、うん、ぜひ見ていただきたいなっていうところ。なるほど。僕の妹に触りたいってことじゃないですか。あ、そういうことではないんですけど、あのポンポンができるよっていう。はい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 、まあ、まあ、一回やってもらおう。まあ、まあ、そうですね、ポイントは高いですね、正直。あれ、ちょっと、はい、あや、ちょ、あや。お兄ちゃんの目だけ一回見てもらう。いつも通りですね。はい、いつも通り全然。はい、アベレージらしいです。いきます。はいはいはい。なんかもうちょっとバスケットボール触ってるような。失礼かな。マジか。終わった？なるほど。ありがとうございました。そうだね、ポンポンができたっていうのは。なるほど。若干ドリブルみたいな。いや、ドリブルではない。ダブドリだったよ。ダブドリでしたね。完全にダブドリだったね。はい、ということで次のメンバーの方お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。僕はですね、声が昔からいいと言われることが多くてですね、疲れてる時にささやき声で、あの気持ちいい言葉を言うことができます。なるほど、はいはいはい、ちょっとお前近くで聞いてこう。だから言ってほしい言葉とかですね。一回ハスハスさせてもらいます。ハスハスって言います。ちょっとなんか言ってほしい単語とかあれば。ですね、やっぱ私イエイエイってよく言うので、イエイエイの癒しをやっぱ、イエイエイで癒されたり、はい、いきます。はい、イエイエイ。どうですか。そうですね、まあ鳥肌程度。鳥肌程度、はい、はい、マイナスだよ鳥肌は。すぐ立てばいいんです。はい、ありがとうございました。じゃあアーティストの方で、次はアーティストの方でお願いします。メンバーとちょっとかぶっちゃったんですけど、アーティストってことでね。かぶるなよ。じゃあお前、はじゃあ一回、うるさいです。すいませんでした。どうぞ。僕はやっぱね、あの寝る前の、あの癒しの歌とかを。いや、バカかぶってる。予想外だった。いっちゃいたいと思います。はい、いっちゃいたいと思います。じゃあお兄ちゃんの前だからね、一応。お兄ちゃん、すいません、ほんと。まあまあ、あんま行かせんないんで。行かせんないんで。めっちゃ噛んだ。動揺は、動揺は。
マチ JP ってことが。やばくなってるな。最近腹立ってるな。お前、多いぞ。腹立ってたんだ、ねんねんころりねんねしや。あやちゃん、早く寝なきゃいけない。あ、組んじゃった。組んじゃったって。早く寝なきゃいけないよ。ん？おー、やばいね。やばいやばいやばい。やばいね。やばいね。組んじゃった。お前、ガチ自己満なんだね。はい、それでは次、明るい人です。お願いします。改めて、ヒューガです。よろしくお願いします。お願いします。僕なんですけど、明るいと同時に力が強い。はい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 。まあ、なんで、あやちゃんを、まあ、守ることができる。はいはい。うん、JP 君に腕相撲で勝てるんじゃないかと。あー、これでっかい、はいはい、兄よりも強大な力でやっぱ妹さんをお守りしたいなと思う。はい、まあそれは確かに、はい、そうですね、うん、強い人いいですね。はい、いいですね、はい、じゃあお願いします。いいですか、すいません。釣りいきます。レディーゴー。おいい、強い。はい。あ、耳がボス。強い。終了です。おめでとうございます。おめでとうございます。力強い男って DV 癖あるから。マイナスだね。そうだ、やっぱお兄ちゃんを倒すっていうのは良くなかったよ。マイナスです。お兄ちゃん勝てないよね。そう、マイナスと思ったんです。はい、ということで次、編集長お願いします。お願いします。僕なんですけども、もラップができるということで、ちょっとラップ好きなんでね。あ、そうです、はい、ちょっとお兄さんがラップ止めということで、はい、ちょっと僕もラップしたいなと思って。はい、じゃあ、あやの褒めラップ。そうですね、褒めラップ。はい、ヒヒヒヒヒヒヒ、ちょっとすいません、ヒヒヒヒっていうのは大丈夫。ヒヒヒヒはちょっとなんか排気気のヒヒヒヒ。なんかちょっとラッパにしてるよね。そういうことないですよね、ラッパーで。煽りの可能性が高いよ。えいえい、そうそうそう、イエー、そう、中町あやさん、俺は人生とはパス。まだあるからね。まだ20秒あるんで。ヒヒヒ、仲町あや、俺は人生捧げるあなたになら、あやとアムギリとアイでトリプル A、 俺と横にいれば落ち着くべ。おお、お兄さんすいません、ちょっと怖い、だけどそれは想像ない、想定ない想定ない。俺笑ってるからね。笑ってるから、勇気がすごいよね。一番恥ずかしいところだね。よかったですね。じゃあここからはちょっと一回質問とかして。そうですね、したいこと、はい、今んとこ一番いいのって誰になるんですか。ああ、やっぱラップ。ラップが今ちょっと一番温まったよね。ちょっと温まりましたね、結構。取ってたね。どうしようかな。なんか質問いただけるといいね。質問ですね。大喜利とかやってみます。そうですね、やっぱコムドットさんはね、もう超面白いですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいありがとうございます。はい。なんかお題だけいただければ一人ずつ答えていくみたいな感じ。じゃあお題は、こんなあやは嫌だ。で、お願いします。なるほど。はい。お、はい。ミドルネームに JP が入る。おお、やだね。やだやだ。はい、はい、おい。板チョコで瓦割りしてる。はい。うん。はい。はい。はい、板チョコアイス好きが、行き過ぎてしまってベニヤ板食べちゃう。おお。はいはい。はい。ゲップがお肉臭い。それは。食べたものによりますね。大喜利というか、もうもはや人間の体みたいな。心理っていうか。心理だよね。純粋な話。あ、はい。はい。男の子とデートすると狼になる。おお、うまいな。はい。あの下の名前がヒロっていう人としか付き合えない。あ、上戸彩さんの話しちゃったってことか。うまい。こっちポイント、こっちのポイントだな。今のは今言わなかったら分かんなかった。こんなのからだって彼氏が選ばれるでしょ。今日エグい話。もう一人脱退ってことだからね。そうだね、アプリチャンネルに行ってしまう。じゃあ最後、一言あやを落とすセリフを一人ずつ言ってもらいましょう。そうですね、最後。でお好きな方からもう順番自由に。あ、マジですか。え、これキスありですか。あ、まあまあ、俺のグーは止めよう。いいですか、じゃあ。おマジし、普通に、すっごいこの体勢で告白長いなって思う。ちょっと長いな、緊張しちゃってっから。僕行きます。じゃあ、いや、すっごいお前気持ち変になるぞ、こう告白する。大丈夫、俺だからそれを対策してきてる。あ、なるほど。じゃあ、あやちゃんちょっと前向いてもらって。お前、あんま、やめろ。お前やめろ。ちょっと怖いな。触りそうだな、いっぱい。で、ちょっと手を広げてもらって。
いきます。はい、落とすセリフ3、2、1、バンジー。大喜利ですね。なるほど。でも、はい、想像してなかった。そうですね、私も斜め上行ったので結構、うん、斜め上結構いいね。はい、好感度は上がりました。よっしゃ、よかった。最後にやってくれよ、お前。大喜利になっちゃうんだよ、これから本当に。それしか頭まんねえ。いや、もう行っちゃった方がいいんじゃないですかね。あ、僕ですか。はい。めめしい男嫌いだよね。そうですね、結構男っぽい、ガツガツ聞いてる方が、はい、嬉しいんで。あやちゃん、すごく大好きです。明るいところ、お兄ちゃん重いなと。お兄ちゃんとお揃いの帽子も持ってるんで、3人でデートとかできたら嬉しいです。おお。まあでも男らしくないね、3人って。3人って何だ。ちょっとお兄ちゃんの好感上げたい。ちょっとなんか媚び売りが見えたね。媚び売りがちょっとすごかったですね。やっちゃったんで。まあまあやっちゃったんで。でもまあお兄ちゃん的にはね、好感度上がったと、うん、まあ最初2人からじゃなくて俺がいつも。そうそうそう、私も安心です。うん、はい、ちょっと僕がアカペラで作ったんで今曲を。お、楽しみですね、それは、うん、じゃあちょっと行かさせていただきます。君らしく笑うから僕らしく笑えんだ。なんかこっち見てる。月が照らすよ、もんないこれ以上君をとんくらい。夏終わりの星空、夜にぶら下がりながら揺れる。おしょしょしょ、ガチのやついてね。お兄さん、あ、なんかこれアカペラなんか今作ったみたいなおっしゃってたんですけど、うん、なんか前々からある曲ですね、彼の持ち曲ですあ、ね、分からん。嘘ついた。そういうとこやだよね。もう簡単に浮気する人ですね。浮気した。じゃあ次。難しいな。いや、むしろもうドストレートになんかお笑いとかなしでいきます。はい、一応今 YouTube をやってまして、でいろいろなね、女性の方からゆうたくんかっこいい、ゆうたくんとお付き合いにはどうしたらいいですか言われるんですけども、僕がお付き合いしたいのはあやちゃんだけです。ジェピンさん、お願いします。ジェピンさん、ジェピンさん、お願いします。ジェピンって言ってました。ジェンペの中国での名前ですよ。そうですね、ジェピン。じゃあジェピンさん、お願いします。まあ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 、ストレートで、はい、とてもいいと思います。男らしいですね。はい、はい、じゃあ次。あ、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。僕は絶対に風船を離しません。そうだな、まあ永遠とえいえいえと言って、えいえいえい、はい、作っていきましょう。最高よ、ありがとうございます。泣きそうだ。風船がどうのこうのっていうのはやっぱ狼くんのくだりをやった。あ、なるほど。そうですね。え、でも私炎上してるから、うん、あんま思い出すかもしれないよね。いじっちゃってんじゃん。いじりだよね。そうですね、いじってるところはありますね、正直。でもまあ、良かったと思います。ありがとうございました。そうです、みんな結構優しい一面とか、うん、面白い一面とかって結構確かにキュンキュンすることができて、うん、本当にありがとうございました。ハサス。ハサス。ということで発表させていただきます。お願いします。そうですね、やっぱこのドットさんのこの撮影場所に来るときに車でね、迎えに来てくれたコムドットのマネージャーさんです。50歳ですよ。シックな色すぎる。ありがとうございます。50歳おめでとうございます。ガチ、噛んでる。出るな。お前出る予定あった。あ、でも好きだもんね。好きなのは好きなんですよ。見た目関係ないんだ。見た目全然関係ないもん。なんかイケメンだからちょっと前にしてね、自分の噛むようななんか。うぼれてるよね。そういうの。そうです。久々に聞いた。綺麗だそれなの。飛び立ったんですけど今。今よかった。よかった。はい、こんな感じで。じゃあ落選ということで。すいません。いや、全然。すごい、キュンキュンさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。ということで、終わりまーす。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、ちょっとカップルチャンネルの感じで、一回ちょっと挨拶だけしてみようか。じゃあ、挨拶から。はい。二人の愛は一生もの。一生もの。うちらは世界一のカップル、あやです。ボンです。そのまま、そのまま、そのまま行く。お前緊張して、バドも行く。バドも初めて割れちゃったよ、バド。そのままや、何言ってんの。はい、こんな感じで。ありがとうございました。